ぬんぬん、セミ鳴いてるね。うん。ぬんぬんはさ、セミ好き？うん、好きだよ。ええー、どんなとこが好き？うん、ほら、歌声が好きだ。まあ、僕も。ぬんぬんはさ、歌声のどんなとこが好き？うん、あの、みーって、歌い出しのとこが好きだな。音程外さないもんね。すごいよね。僕はね、歌い終わりの、ほーしってとこが好き。ほーし？うん。つくつくほーし、つくつくほーしの、ほーしのとこ。ああ、つくつくほーしね。うん。あと、ウィー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 ってやつも好き。そんなのあったっけ？あるよ。あとね、チーってやつも好き。いっぱい知っててすごいな。あ、それとね、リン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 ってやつも好き。多分それスズムシだな。あ、そっか。あ、あとね、カブトムシ、カブトムシってやつも好き。それは嘘でしょう。嘘じゃないよ。カブトムシ、そんな風に鳴いてたよ。夢の中で。だば、オラは、クワガタ、クワガタって鳴き方が好きだ。じゃあね、僕はね、モンシロチョー、モンシロチョーってのが。だば、オラは、幼虫、幼虫ってのが好きだ。じゃあ僕は、サナギ、サナギっていうのが好き。虫って歌上手だね。うん。